ップ。オープン。え、すごい美味しそう。ありがとうございます。こんにちは、ラクマイカリご飯チャンネルのゆかいです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しく料理を作りたいという人のためのラクマレシピを紹介しています。今回は風邪ひきに優しい簡単ご飯レシピをご紹介します。だんだんと寒くなってきて風邪をひきやすい季節になってきました。具合悪い時にじゃあ何食べたらいいのって調べたりするのって結構しんどかったりすると思うんですよね。なので今回は風邪をひく前に知っておきたい風邪っぴきさんにおすすめの簡単ご飯レシピをご紹介します。風邪の時はビタミンやタンパク質を摂れる消化のいい食事を摂りたいところです。何がおすすめかっていうと、この材料見たらわかると思うんですけど、おかゆです。風邪ひいてる時って結構消化吸収機能が低下してると言われているんです。吸収しやすいこれ卵やあとですね豆腐などを使用するのがおすすめです。ではこれらを使って風邪っぴきさんにおすすめの簡単ご飯を作っていきたいと思います。材料はこちらです。ご飯は冷凍してストックしておくと風邪っぴきの時に一から炊かないで済むので、これからの時期はストックしておくのをおすすめです。では作っていきます。まずいい感じの土鍋だったので今回はこの土鍋使うんですけど、あったらこういう小鍋とか鍋とかでも OK です。土鍋に水入れて、ここに鶏ガラスープの素で、おかゆ味なくて食べにくくて美味しくないなって食べるよりは美味しく食べられた方がいいと思うので、味付けに鶏ガラスープ使うのおすすめです。顆粒の和風だしとか、あとだしパックとかでも美味しいです。冷凍ご飯だったらチンして解凍しておきます。はい、ご飯入れて、風邪っぴきの時ってなるべく洗い物増やしたくないと思うので、なのでもうキッチンバサミでチョキチョキ切っちゃいます。で、今回ネギ使用するんですけど、ネギって風邪の時に摂りたいビタミン C や、あとベータカロテンですね、体の中でビタミン A に変換されるベータカロテン、これらの栄養素はもう風邪の時ぜひ摂りたい栄養素です。なんとですね、ネギの緑の方はベータカロテンが豊富に含まれてますので、ぜひ緑の方も入れるようにしてください。強火で熱します。強火で熱してふつふつしてきたら中火にします。ふつふつとしてきたら中火にしてさっと混ぜたら、ネギとご飯が柔らかくなるまで煮ます。5分ほど煮たらネギもご飯も柔らかくなりますので、ここに豆腐を加えていきます。結構こういう 100g1 パックぐらいで、これ150か、売ってるやつとか便利なので、こういうの使うと包丁使わなくていいです。で、菜箸などでざっと一口サイズに切っちゃいます。で、豆腐入れたらここに卵で、洗い物が少ないように先ほど水を測っておいた計量カップを使います。もう風邪ひいた時ってとにかく休息を取ることに集中した方がいいと思うんですよ。こういう容器使ったりとかして洗い物の時間も省けるところは省いて、もうなるだけ体が休める状態にしてあげるのが良いと思います。で、卵を溶いたらここに回し入れます。で、あとは半熟状になるまで火を通したら完成です。ちょっと真ん中は火が通りにくいので、ちょっと菜箸でこうやって触ってあげるとまんべんなく火が通りやすいです。混ぜすぎるとすごい濁っちゃうので混ぜすぎないようにします。まあ蓋があればある程度火通ったらもう火を止めちゃってずらして、ちょっと蓋完全にしちゃうと溢れるといけないので、ずらして蓋すると程よく半熟に仕上がります。で、この時卵は半熟状に仕上げます。カチカチに火を通してしまうよりも半熟状に仕上げた方が消化にいいと言われています。で、あとは仕上げに醤油をちょろっとかけると味が締まって美味しいです。リサさんにしか任せられないね重要な役割なんじゃないかなと思って。なんだろう、はい、こちらへどうぞ。え、お総理にするんですか。はい、あ、初めてです。ぜひオープン。じゃあこっちにあげる。お、いいですね。すごいカメラ意識。カメラ意識です。オープン。オープン。え、わー、すごい美味しそう。ありがとうございます。棒読み。今ですね、はい、まず今自分風邪だわっていう役になりきる。そうです。風邪になった
った時の気持ちで食べてほしい。あ、わかりました。じゃあ、今役を、はい、乗り移らせて、乗り移らせて、はい、というわけでどうぞ。あ、じゃあいただきます。あ、美味しい、美味しい、風邪引きながら男子に当たりますか？染み渡ります。なんか今風邪引いてる自分で想像したらめちゃめちゃ美味しいです。その美味しい、ぜひカメラにください。美味しいです。こんな遠くていいのか。多分後でまやさんがアップしてくれる。アップしてくれる。ドドンみたいな。美味しいお粥でした。美味しいお粥でした。はい。作れる気がする。ありがとうございます。もうまあ、はいかがなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。